動画をご覧の皆さん、こんにちは。オタファの秘密基地へようこそ。前回のクイックスリンガーに引き続き、スタントロンのメンバーにも、オリジナルメンバーの発売がありました。今日紹介するおもちゃは、これだ。トランスフォーマー、コンバイナーウォーズ、ブレイクネックです。まあ、基本的にこのブレイクネックは、このデッドエンドのリデコアイテムとなっています。というわけで早速、パッケージの中から取り出します。中身を取り出すと、本体とコミックが入っています。 今回はどんな感じでしょうねコンバイナーオーズのこととか書いてあるんでしょうかお、デバスターが書いてある。ふんふんふん。なんかスタスクとなんか話してますね。あれ俺これ見たことあるぞ。ああ <laughs> なんとなんかデジャブだなと思ったら <laughs>、全く同じコミックが入ってました。 これ今気づいたんですけど、これ頭部以外、同じだ。あー、なるほど。ズバリ、手抜きであるうん。ちょっとエキサイティングしました。さあ、そしてこれが本体です。このブレイクネックことワイルドライダーは、この黒に近いグレー。そして、この真ん中の部分が、ガングではステッカーだったんですけども、このガンメタリックの塗装が施されています。 そしてウィンドウはトレードマークの赤ですね。このボディの横もこのように赤になっています。デッドエンドは特徴的なゴールドのラインにデストロンのマークが車体のフロント右側にあるのに対して今回のブレイクネックは左側にあります。僕は個人的に旧玩具のワイルドライダーってこんな感じのビークルだったんでこのブレイクダウンのリデコアイテムでもあのかっこよかったんじゃないかなと思います。 ここで改めてもう一度スタントロンのおさらいをしましょう。これが胸部に合体するメトロマスタークラスのブラックジャック。右腕を担当するドラッグストライプ。右足を担当するブレイクダウン。リーダーのモーターマスター。今回スタントロンに新規参入したオフロード。そして今回のブレイクネックのリデコ元となったレッドエンド。まあこんなところなんですけども、今回のブレイクネックことワイルドライダーは、まあ、このポジションですよね。オフロードのレビューの時にも言ったんですけど、 カラーリングすごく似てますよね。うん。じゃあこれを、ここに置いてみましょう。うーん、やっぱこれですね。まあ、ここが形そっくりなんで、あれなんですけど、うん、パッと見た感じ、こっちの方が馴染みがあります。やっぱりスタントロンはこうでなくちゃなっていう方も結構多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。さあ、それではブレイクネック。ロボットモードでトランスフォームです。トランスフォーム ロボモードの完成です。うん。このカラーリング。この濃いグレーに、各部が赤。この配色いいですね。上半身のアップです。じっくり見ていただきましょう。ご覧ください。ワイルドライダーってアニメで、なんて言うんだろう、この、なんて言うかだう <laughs> マジンガー Z とかもこう、ぴょって出てますよね、うん。これが特徴的なんですよね。そしてフェイスパーツが赤。 まあ、旧ガングでの頭部は、合体ジョイントも兼ねていたので、まあ、四角い箱のような頭部だったんですけども、ご覧のように、アニメさながらの顔をしています。これ表情がいいですね。素晴らしいです。初期 G1 メンバーのロボモードです、まあ。ブレイクネックの立ち位置的にはまあここですかね。ちょっと立たせてみましょう。こんな感じになります。 おー、いいですね。やっぱりこの、リデコなんで、例えばこんな風に並べちゃえば、どうでしょう。並べるときはこうがいいですね。ちょっとはならかした方が、別人な感じが出ますね。新生スタントロンメンバー、7人、全員集合です。いやー、悪そうな絵面ですね。せっかくオフロードやブラックジャックもいるので、こうして7人で、今はスタントロンを構成してるんだっていう解釈でもいいですよね。 まさっきの話の続きになっちゃうんですけど、まあ、ポーズをつけさせて、武器の持ち方も変えさせて、まあ、距離を置けば、こことここがリデコってパッと見わかんないですよね。次はいよいよ、メナゾールに合体です。ブレイクネックは左足を担当します。合体オフロードを取り外す。そして、ブレイクネックを合体。完成 !G1 版のメナゾールです。 ま、正直、色味も同じなんで、そんなに変わり映えはないんですけども、やっぱりこの左足に、ワイルドライダーこと、ブレイクネックが合体しているっていうところがポイントですよね。メナゾール編の最後の、ま、このメナゾールをレビューした時にも言ったんですけども、ま、各部を、プロポーション調節しています。ま、こ、この肩の部分だったり、この股関節の部分ですね。他にもいろいろやってみましょう。例えば、ここを、こうして、今回のブレイクネックも、こんな風にして、さらにこの腰回りもいじっちゃいましょう。 こんな風にして、そしてこれを戻せば、こんな感じにもなります。なんかいろいろやってみると楽しいですね。あの、自分好みにいじってもいいと思います。ついでに、あとはどんな方法があるかというと、このモーターマスター、まあ、定番で、僕もツイッターに画像アップしたことあるかなないと思うんですけども、ここを通常のモーターマスターの状態にして、この肩、ここを一回ジョイントを外して、ここが稼働します。 で、これ、この位置でちょうど止めるんですよ。反対側も同様です。こうですね。こうしてあげると、あの、ガン具っぽい、この箱と箱が密集している感じのプロポーションになります。で、これで、ブレイクダウン、ドラッグストライプ、デッドエンド、そして今回のブレイクネックを合体させれば、こんな風になります。これもなかなかかっこいいですよね。 この肩をこの角度で変形合体させるっていうのが結構定番かもしれませんね。よくこの画像を見かけます。ちなみに我が家でも普段はこういう風に合体させてます。スペリオンとの比較です。今回のスペリオンは足が手になって手が足になっているスクランブル合体をしています。まあ、クイックスリンガーを足にするとこんな感じになります。というわけで今回のトランスフォーマーコンバイナーウォーツブレイクネックのレビュー。 いかがだったでしょうか前回のレビューでも言ったんですけども G1 オリジナルメンバーが国内版のユナイトウォ a r r ズではなくてハズブロ版のコンバイナーウォーズで揃うとは本当に予想だにしませんでしたね。G1 に思い入れがある方はこのブレイクネックすごくおすすめです。前回のスペリオン同様ユナイトウォ a r r ズ第2弾のこの合体兵士メナゾールはこのブレイクネックが入っています。まあ、多分名前がワイルドライダーになっていると思います。そして前回のレビューでちらっと最後にお見せした これなんですけども、コンバイナーウォーズって、ちょっと設置性に難があるんですよね。このパーフェクトエフェクト社の PC-01-02。これただの色違いで、こっちが黒で、こっちが紫なんですけど、手っぽいパーツや足っぽいパーツが入ってますね。そうです。その設置性の悪さが、これで変わるかもしれませんね。次回のレビューでは、さっきお見せしたシャスペリオンと、このメナゾール、これ取り付けたらどうなるか。 徹底レビューします。いつも動画へのコメントや高評価など、本当にどうもありがとうございます。すごく励みになります。チャンネル登録がまだの方。チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。次回のレビューで、スペリオンとメナゾール、どう変わるか、どうぞ楽しみにしていてください。それでは、次回のレビューでお会いいたしましょう。オたわでした。